やあみんな、兄貴船長です。今回は人類の発展を支えてきた船の誕生秘話についてお話ししよう。皆さんは日頃見ている船がどのように進化し現在のような船になったのかを知っているかな。太古より移動や物流で活躍してきた船だが、その始まりは流木をまとめただけの原始的なものだったんだ。そこで今回は人類の発展とともに進化してきた船の歴史とその仕組みについて見ていこう。大枠では船の誕生、浮かぶ仕組み、船の進化の順に紹介するぞ。それでは本日も出航。最初に船の誕生について見ていこう。地球の表面積の約7割は海。飛行機の発明以前は船が大陸をつなぐ唯一の架け橋だったんだ。はじめは浮いている流木を利用して河川を渡っていたが、獰猛なワニや蛇など危険生物から身を守り、より安定して多くの貨物を運ぶために丸太を組み合わせた筏や一本の木をくり抜いて作る丸木舟、また木材が手に入らない場所では竹や足を原材料に船を作った。これが船の起源だ。今では考えられないが、縄文人は丸木舟で海を渡っていたんだ。この頃の船は波に対して弱く、短い距離をゆっくり移動することしかできなかった。そこで改良を重ね、より遠くへ安全に航海できるように作られたのが組み立て船だ。組み立て船は今から 5,6 千年前にはすでに作られており、その構造は骨組みに板をつけた丈夫な作りになっているぞ。船の登場で巨大な石や木材を効率よく運ぶことができるようになり、遺跡や古墳の建造など文明の発展が加速したんだ。続いては船が浮かぶ仕組みについて見ていこう。船は基本的に大きくて重い。その船を浮かせている力、それが浮力だ。船を水面に浮かべると一定の深さまで船底が沈む。押し出された水を戻そうとする力が船底を押し上げることで船が浮くんだ。しかし浮力の力にも限界がある。船が重い分だけたくさんの水を押し出すので、その分船は深く沈む。そうなると水深の浅い場所が通れなくなったり、最悪船は沈んでしまう。そこで船の側面のドラフトマークというメモリを見て、船がどれくらい沈んでいるのか、貨物を積みすぎていないかを確認しているんだ。反対に船が軽すぎても問題だ。水面に浮かびすぎるので波の影響を受けやすくなり、最悪転覆してしまう。車で考えると、車が高くて軽いと風の影響を受けて横に倒れやすくなるよな。そこで貨物を積んでいないときは代わりに海水を汲んで安全に航行するための適切な重さを確保するんだ。船って面白いよな。船は進むための原動力を変えることで進化してきた。人力から風力、化石燃料と変化し、現在では電気や原子力なども登場しているぞ。まずは帆船の誕生について見ていこう。よく漫画で見られる帆船だが、風の力を活用できるようになったことで長距離の航海が可能となり、コロンブスやマゼランによる新大陸を求めた大航海時代が幕を開けた。帆船は追い風で進むことはもちろんのこと、向かい風でも前に進むことができる。風向きに対して平行に近い角度で帆を向けると帆が風で膨らむ。帆を境に膨らんだ側の空気の流れが反対側の空気の流れよりも速くなるんだ。すると帆の内側と外側の気圧に違いが出て横向きの力が発生する。これにより風向きに対して斜めに進む力が発生し、ジグザグに進むことができるぞ。続いては産業革命を機に誕生した化石燃料を原動力とする蒸気船だ。風の強さや風向きに影響を受けてしまう帆船とは違い、蒸気船は動力が安定しており、船の操作性も高かったため導入が進んでいったぞ。蒸気で船につけた外輪を回すパドル船までは帆船と優劣を争っていたが、スクリュープロペラの登場で蒸気船は実用船としての地位を確立していった。当初ほとんどの蒸気船がパドル船だったが、イギリスが行った同馬力のパドル船とプロペラ船に綱引きをさせるという実験でプロペラ船が勝ち、これを機にパドル船の時代は終わりを告げ、私たちの見ている船に近づいていったんだ。貨物の輸送や海の研究、旅行など多くの場面で活躍する船は人類の発展とともに進化を続けている。今後も船の原動力の進化やそこで働く船乗りたちにも注目だな。今回は以上だ。このチャンネルでは存続の危機にある海運業界の未来のために、仕事が楽しい、船乗りになりたいと思えるような業界の魅力や現場で役立つ情報を発信していきます。理念や動画内容に共感してくれる方はぜひチャンネル登録を今お願いします。最後まで見てくれてありがとう。海が呼んでるぜ。